You know, I feel like in our near future, we're going to have some cutscene heavy episodes coming up. So if videos coming up are a bit lengthy because of the overload of dialogue going on all at once, because, you know, this is a story-driven game, so of course there's going to be lots of dialogue, I apologize. Anyway, hello everyone! Welcome back to more of the Watch of Heroes Trails in the Sky. Actually, before we do anything, I'm actually gonna... We got more food items. If I can find it. It's probably my healing items. Yeah, we got the pollock in a shell last episode. We took care of the emerald... The tower episode thing that we had to do. So I'm gonna eat this now. So we get the recipe for it. Which literally took much longer than I was expecting it to. I actually want to come over here and see if we can open any slots. Because you never know, man. I mean, oh! Of course not! I can't open any slots! Ugh. I kind of want to open one for Joshua. If anything. Oh, yeah, because of that. Ugh. That just looks awful. We don't have enough, though. So we're going to have to come back later. Oh, well. So anyway, we're here to turn our next quest. Huh? What are you doing here? Ara, Esther, Joshua. Are, 知らねえ? 珍しいですね。いつも飛び回ってるのに。 先生から引き継いだ仕事がようやく終わったところでね。ちょうど報告をしてたってわけ。 あ、 知らねえも終わったんだ。 まあ、なんとかね。アイナから聞いたんだけど、あんたたちも頑張ったみたいね。やれやれ。毎日苦労してしごいた甲斐があったもんだわ。感謝してます。それじゃあ、私たちも報告しちゃおうかな。いいわよ。話してちょうだい。 ご苦労様でした。どうかしら、シラザード。なかなか頑張っていると思わない？新人にしてはやるわね。でも、ここで満足しちゃダメよ。特にエステル。あんたはすぐ調子に乗るたちなんだから。はいはい、ちゃんと分かってますってば。<笑>エステルとヨシアも、シラザードも、 ご苦労様でした。カシウスさんの抜けた穴がこんなに早くカバーできるなんてね。これでしばらくはのんびりできるんじゃないかしら。それはそれで少し退屈な気もするけど。街道の巡回や魔獣退治みたいな細かい仕事はあるから大丈夫だよ。久しぶりにゆっくりできるわね。 よし、今夜は思いっきり飲むぞ。エステル、ヨシア、あんたたちも付き合いなさいよね。へえ、酔っ払った知らねえの相手すんの？あら、エステル、私の誘い断るつもりね。うーん、いい度胸してるじゃない。だって知らねえって、酒癖めちゃめちゃ悪いんだもん。 Wait, what? What is that last one? Okay, that's a little. 確かに目のやり場に困るんだよね。シェラザード、未成年相手に何をしているのよ。何よ、酒の余興じゃない。んだ。 そんなに嫌なら、エステルは勘弁してあげるわよ。え、本当？ええ。代わりにあんたの分まで、ヨシュアに付き合ってもらうから。え、あ、あの、シラさん？ちょっと。<笑>どうもヨシュアはしっかりしてそうで奥手だからね。 酒にしても、その他にしても、お姉さんがいろいろ仕込んであげようか？いろいろ？ ちょっとヨシュア！何鼻の下伸ばしてんのよ！誤解だってば！ た、た
変じゃ。あれ、市長さん？エステル君とヨシア君、おお、シュローザード君もいるか。ちょっと助かった。どうしたんですか、そんなに慌てて。一大事なんじゃ。家を強盗している時に私が留守に入ったらしいのじゃ。え、市長さん、まずは落ち着きなさいよ。大きく息を吸ってゆっくり吐いて。実は私が留守にしている時に家に強盗が入ったらしいのじゃよ。穏やかじゃないわね、それは。教区長と話すことがあって先ほどまで教会におったんじゃが、家に帰ったら誰も出てこないのでおかしいと思って調べてみたら、強盗が押し入った後だったんじゃ。ちょっとミレーのおばさんたちは大丈夫、全員無事だよ。屋根裏に閉じ込められただけじゃ。よかった。人に被害が及ばなかったのは不幸中の幸いだったわね。ここにいても拉致が開かない。市長さん、現場を見せてもらえる？うん、よろしくお願いする。待って、私たちも行く。そうですね、何か役に立てるかもしれません。うん、仕方ないか。アイナ、私たちは事件の調査に入るわ。何か面倒が起こったら全部リッチに押し付けてやって。酒場でのんびりしてるはずだから。ええ、分かったわ。みんな気をつけてちょうだい。うわ、めちゃくちゃだわ。これはまた見事なほどの荒らされっぷりね。女王陛下に送るはずだったセプチウムも盗まれてしまったよ。せっかく君たちが運んでくれたのに申し訳ない。謝ることないですよ。悪いのは犯人たちなんですから。ところで他の部屋の様子はどうですか？他の部屋はほとんど荒らされておらんよ。家内たちが押し込められていた屋根裏部屋が散らかった程度じゃ。エステル、ヨシュア、頼みたいことがあるんだけど。何？私は市長さんから事情聴取をさせてもらうわ。その間あんたたちは屋敷の内部を調べてほしいの。え、それっていわゆる現場検証ってやつ？僕たちに任せていいんですか？せっかく人数がいるんだもの、分担した方が効率的でしょうが。わかった、できる限り頑張ってみるわ。慎重に、そして確実にね。それじゃあ市長さん、応接まで話を聞かせてくれない？何から話したものか。現場検証か、なんかドキドキしてきちゃった。早速この部屋から調べてみようか。それと屋敷の人たちから犯行当時の証言を聞いてみよう。うん、OK。 Oh boy, well, just look at this mess. Right away from the look of things, you can tell that whoever came here knew what they were we were looking for was in this room. So right away, we want to check the safe. Obviously, the thing where the important item was stolen from. せっかく届けた女王様への贈り物が。犯人ども、絶対に許すまじ。こうして見てみると、扉を壊したわけじゃなさそうだ。
暗証番号を解析して開けたのか、それとも解析なんてできるの？不可能じゃないけど、プロの技術者じゃないと難しい。もっと簡単な方法で番号を調べたとしか思えないな。簡単な方法？そうだな、例えば特殊なパウダーをボタン全体にまぶしてやるんだ。そのパウダーは吸着性があって、しかも微細なため目には見えない。ただ青い光に当てると発光する。うんうん。そのパウダーがついている状態で市長が暗証番号を入力するとしよう。するとボタン状のパウダーが指にくっついて取れてしまう。これでどのボタンが押されたのか分かるっていう寸法さ。ちょっと待って、それ順番までは分からなくない？いや、そうでもないんだ。指についたパウダーが増えるとボタンから取れる量は減っていく。つまり発光量の少ない順からボタンを押していけばいいんだ。数字が重複してたら難しいけど、大体の番号は推測できるはずさ。なるほど。ヨシはひょっとして天才？こんなのは基本だよ。とにかくボタンを調べてみよう。やっぱりあのパウダーだ。さっき説明した方法で開けたのは間違いないと思う。そっか。問題は誰がそのパウダーをボタンにまぶしたかってことね。少なくともこの屋敷を訪ねたことのある人だろうけど。そうだね、それが問題だ。 So, someone who came here knows who did it. Interesting. So next we want to check here. あれ、手すりに傷がある。本当だ、しかもまだ新しいね。金属製の何かを引っ掛けたような跡みたいだ。Something metal, huh? Can I check this? 壺が倒れてる。中には何も入ってないわ。何かの弾みで倒れただけみたいだね。Alright. Well, we don't really need anything else from in there. But we do want to go up here. Because we can get this. あれ？これって…こんなところに葉っぱなんてちょっとおかしいかも。しかもこの辺りの木に生えているものじゃないわ。鋭いね、エステル。ここは屋敷の人たちが閉じ込められていた場所だ。閉じ込めるとき犯人たちが落としたものかもしれない。重要な証拠物件ってやつね。 Alright, we got the leaf. Now it's timeWe had a chat with the victims. Well, you know, the people were captured. You know what I mean? Words are hard, okay? Mireno Oba-san, 大丈夫? ええ、心配はいりませんよ。乱暴されたわけじゃありませんからね。あの、侵入者たちについて何か気づいたことはありますか？覆面をしていたから特徴とかはわからないけど、そういえば確か玄関には鍵がかかっていたはずなのよ。うちの人が教会に出かけて女二人だったから、用心のためにね。あの人たち一体どこから入ってきたのかしらね。Interesting。もうびっくりですよ。屋根裏の掃除をしてたらいきなり覆面の男たちが入ってくるんですもん。覆面の男たちってことは単独犯じゃないんだ。何人ぐらいの集団でしたか？そうですね、3、4人だと思います。
だけど。あ、そういえば一人は背が低かったんですよ。女性だったかもしれませんね。Three or four of them, and one of them might have been a girl. Oh boy. By the way, there's one last place we need to check. 確か犯行当時は鍵がかかってたって言ってたよね。鍵も壊れてなさそうだし。ということは他の場所から侵入したんだろうね。から一通り事情を教えてもらったわ。あんたたちは何か収穫あった？だったら調べてきなさい。でもあまり時間はないからね。Alright, there's nothing in here. I just wanted to make sure I've checked everything I can. So we're probably just gonna take once over through here. めちゃくちゃに荒らされてるわね。リタさんが見たらそっとしちゃいそうだわ。本棚に並んでいた本が散らばっているみたいだ。あまり意味のある行動には思えないけど。さすがは市長さん、難しそうな本がいっぱいあるわね。価値の高い紀行本も並んでいるみたいだね。犯人が価値を知らなかったのか、それともこれは小物入れね。中身は空っぽみたいだけど。箱の蓋についた錠前が焼き切れたようにちぎれてる。もしかしたら動力銃を使ったのかもしれない。 Alright, I think we've checked everything. Okay, never mind. Thought there was a shiny thing there, but there wasn't. Okay, I think we've checked everything we needed.市長さんから一通り、あんたたちは何かだったら調べてきなさい。で、Actually, real quick, let's talk to the mayor. 帰ってきた時にはもうこのありさまだったからの。犯人たちの姿も全く見ておらんのじゃよ。市長さんから一通り、あんたたちは何。それじゃあ、一つ一つ確かめていくわよ。まず、犯人たちが狙ったのは？犯人たちの規模は？どこから侵入したの？ズバリ、今回の犯行に関係すると思われる人物像は？よく調べたじゃない。これで犯人は特定できそうだわ。市長さん、ここ2、3日の間で初対面の人物を書斎に通した？そうじゃな、何人かいることはいるが、雑誌社の記者諸君もそうじゃ。なんだ、あの人たちも市長さんを訪ねていたんだ。犯行当時、彼らは僕たちと翡翠の塔に行っていました。容疑者からは除外できると思います。なるほどね。市長さん、それ以外には？それ以外というと、ジョゼット君しかおらんが。でもまさかの。さすがにあの子が犯人ってのは無理があるよね。なんといっても王立学園の生徒だし。犯罪者が分かりやすい格好をしているとは限らないわ。制服なんてその気になればレプリカを作ることもできるしね。でも本当にいい子なんだってば。人当たりが良くてお嬢様っぽくてね。よしは、あいにくだけど僕の意見は逆だよ。え？あの時市長さんがセプチウムを金庫に入れた時、あの子まるで狩人のような獲物を見る目をしていたんだ。もちろん確証はなかったから問いただせなかったんだけど、少なくとも僕の目にはただの女学生には見えなかった。そんな。
信じられんの。どちらにせよその女の子には話を聞いてみる必要がありそうね。その子どこにいるか知ってる？確かホテルに泊まっているはずだけど、でも今日あたりにロレントを立つって言ってたわ。うん、急ぐ必要がありそうね。エステル、ヨシュア、まずホテルを当たってみるわよ。うん、わかりました。 Well, that seems a little convenient. Also, we have Shara in the party now, which is pretty cool. We now have a party of three! She's level 12! Bruh! Okay, wait. Oh, wait, I forgot. We can't see what freaking skills do in this game. Alright, let's look at your ornament at least. Okay, she has stuff on it, at least. We can actually remove them. She has Windly. Two Wind. Hit one, which is nice. Okay. So she already has slots open, which is always nice. She's also much higher leveled. So that's cool. So, it's off to the hotel. We need to get some answers. Hi. Estelle-san, Yoshua-san, Oya? Sherazade-san made. Dou ka nasaimashita ka? Josette tte shitteru? Koko ni tomatte iru hazu no Ouritsu gakuen no gakusei-san.もちろん存じていますが、つい先ほどチェックアウトされたばかりですよ。一足遅かったわね。発着場に行きましょう。まだ間に合うかもしれない。うん、悪い子には見えなかったんだけどな。So that's it then. This literally all but proves that she did itThe fact that she just happens to conveniently vanish. Alright, so we gotta talk to you now. Taihen moushiwaki arimasen. Mamonaku touchaku suru to omoimasu node, ima shibaraku omachi kudasai. Aran-san, atashitachi datte ba. Nanda, Estelle tachi ka. Oya, Sherazade-san made. Ittai dou shitan dai?この辺りで制服姿の女の子を見かけませんでしたか？制服姿の女の子？それってどこの制服？ジェニス王立学園だけど。ああ、あそこの制服は可愛いんだよね。清楚で可憐な白のスカートと紺のハイソックスのコントラスト、ロマンだよね。男子の制服は忘れちゃったけど。理解不能なこだわりね。それが男の性ってやつよ。で、その王立学園の制服を着た子を見かけなかった？いや、ここ1ヶ月ばかりはお目にかかっていないけど、乗客の出入りはチェックしてるから少なくとも飛行場には来てないよ。ということは飛行船を使わずに街道沿いでロレントに来たのか。困ったことになったわね。一気に捜索範囲が広がりましたね。考えてみれば仲間がいるはずだから、そいつらが潜伏する場所があるはず。あ、そういえば。どうしたの、エステル？これ拾ってたの忘れてたわ。何かの手がかりにならないかな。そうか、それがあったね。シェラさん、この近くでセルベの木が生えている場所を知りませんか？セルベの木か。確かロレントの南にあるミストバルトに生えていたわね。ミストバルト、家の反対方向にある森ですね。行ってみる価値はありそうね。そうと決まれば町の南口から街道に出ましょう。盛り上がってるね。よくわからないけど頑張りなよ。 Well, that settles it, ladies and gentlemen. It's back to the Mistwald again! Wait.
が走らずにいられるかってんだ。タバコを減らすべきかもな。何やってるの、お二人さん。ああ、お前たちか。実はな、これからボースに行かなきゃならねえんだ。でも、定期船はまだ来てないみたいですけど。知ってる。だから街道を通っていくんだよ。さすがに時間はかかるが、歩いていけない距離じゃねえしな。そりゃご苦労様ね。ひょっとしてスクープ狙いなの？ええ、とびっきりの極上者だぜ。こうしちゃいられねえ。なんとか今日中に着かねえと。先輩本当に大丈夫かな。あ、それじゃあまたね、エステルちゃん、ヨシア君。賑やかな連中だこと。あんたたちの知り合いなの？例の雑誌社の記者たちよ。父さんの代わりに塔に案内した。何か事件でもあったのかな。Well, we don't really have the time to worry about that. But before we go, there is actually one thing I want to bring up that I didn't actually show off at all yet.And I'll be right back because it's actually a rare encounter that we have to find. So I'm going to save the game first and then we're going to go look for it. It's going to be fun. So I'll be right back. All right, I found it. These are the Shining Palms. And there is one group of these enemies in every chapter, including the prologue, which we're still on, by the way. So...These are rare enemies that, if you can manage to kill them, will give you lots of CP, lots of stuff. But the problem is they resist all elements and will run away when given the chance. Also, they're so bulky, they will literally only take 1 HP from every attack. And then there's that, they literally...will avoid your attacks too. So yeah, how do you kill them? I have no freaking clue. Oh right, I forgot to take off the accessory. Oh wait, I actually do damage. Okay. Hold on. You know what I did damage to?Come on! He lived! Wait, can I? Can I? Hey, come and get me! Oh, but of course not.He did not run. Oh my god, he didn't run. Though here's the problem, I won't be able to reach you in time. Please. No! I want to kill this thing so badly, but now I have an idea. I'm just gonna reload my save. I'll be right back when I find it again. And this time, pro tip!Don't have the Topaz Talisman equipped because it turns your attacks to earth-based attacks. So I'm just gonna take that stupid thing off. I'm gonna do it again anyway, so I'll be right back. Alright, round two. I got EP boost. Of fucking course I did. Oh my god. We're off to a great start. Alright, hit it. Okay. Now, let me rephrase that sentence. Hit it and don't miss this time!And this time, we're gonna hurricane the hell out of these guys. Well, that was effective.
Alright, I probably should have used morale, but I saved before coming into this, so we're just gonna... I'm gonna kill one of you. I said we're gonna kill one of you! Ah, he ran away. This other one's all the way on the other side of the frickin' room, in area, so F. Yeah, I probably should have used morale. Frick. Well, if this guy runs away, well, guess what I'm gonna do? Wait, what? Bruh! Now you decide to attack me? Kill yourself. Alright, we actually did damage. Better than our last attempt. Fuck off. Oh my god, I will kill this thing, I swear. Insectos, I swear to god! But yeah, this is why I saved the game before coming in here. I did kill some random dudes off screen to hopefully get my CP up before we hit this, but we just gotta find you. We just gotta find you. Come to me. Ah, Insectos! Wait, this might actually work, because if they hit me, I can get more CP. This honestly works out in the end. And I don't one-shot you or whatever, it doesn't matter, I don't care. But yeah, if we got our CP up, then we can kill them faster. So, I'll be right back when I run into them again. Alright, I had to go back and forth a few times, but I found them again. So here's the new plan! As you can see, I built up a lot of CP by farming against enemies. The strategy is basically, we're gonna use morale with SSL to get more attack, and then we're just gonna nuke them with S-Crafts. But if I can actually land attacks, but you know, apparently that's actually a Herculean task. Oh my god. Oh my god. Alright, Joshua, please, hit him. I said hit him, but apparently that's too hard for you! There you go, I killed him! Oh my god, look at all that! Go! Someone's been naughty. Oh my god, that's two kills! Let's go! Oh, baby. All right, SL, go. Here I come. Aww. Two out of three isn't bad. Yeah, he's gonna run off. I mean, we got two of them. That was really nice. So wait, how? 200 experience points. Oh my goodness. And oh my. Ho, ho, ho. We got T-Anklet, whatever the hell that is. Okay. You're gonna be my guinea pig. Repels hindrances to move. Oh, prevents freeze and petrify. That's cool. I'm just gonna put the Topaz Talisman back on for now, and then... Do you have a second accessory? You have prevents blind and poison, and you don't have anything, so I'll just give it to you for now. I mean, she is much higher leveled, so, you know. Anyway, with that aside, we're gonna end things off there. We murdered the hell out of rare enemies, and I killed tons of insectos off screen. So I think we accomplished our general quota for this episode. So next time, we're going to go back to the Mistwald for the final time. I'm serious this time. We're never going back there after we're done with this hot mess. And confront Josette and whoever the other kidnappers, thieves, kidnappers, whatever, the words are hard, okay?
Actually, before we end things, let's open a slot, why don't we? Now that we have all the stuffs. Yeah. But now it's gonna take like 3,000 years to open another one! I mean, I can always open this slot. Can always open- no, I can't. I can open that slot. Oh, I can- oh, okay, I see now. Okay. We still really can't make anything new yet, so I'm actually just gonna pull on the Eagle Eye Quartz I got from- never mind. I can't. I forgot. Alright, next time we're gonna go to the Mist Wald. I'll see you then.